もしもし、こんばんは、私です。ええー、名前を見たらわかるじゃないですか。中野いつきです。遅い時間にすみません。なんでかけたのかってまさか、忘れたんですかはあ。ほら、明日一緒にスイーツバイキングに行くって約束してたじゃないですか。本当に忘れてたんですかありえません。 私はずっと楽しみにしていたんですから。はあ、スイーツ食べ放題なんて何年ぶりでしょうか夢のようです。とにかく、ドタキャンしたら許しませんからね。すみません。スイーツのことになってつい荒ぶってしまいました。では、要件はそれだけです。明日、楽しみにしていますね。いい夢を。 おやすみなさい。